皆さんこんにちは。今回は2024年7月19日に公開された映画怪盗グルーのミニオン超変身です。このチャンネルでは皆さんが映画を見るかどうか判断材料になるようなレビューをご紹介しています。新しい情報を発信していきますので、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それでは本編をどうぞ。ストーリーよりも逆に全振りしたはちゃめちゃな展開、有名映画のパロディもてんこ盛り、ミニオンの世界観でやるからこそ楽しめる感じ。これはぜひ 3D で見たい。メガミニオンの無駄にパワーアップした感じが良い。頭を使わず子供と見る映画としては最高の出来だと思います。これまでは大人も楽しめていたけど、子供向けに完全シフトした感じ。今作がラストのような終わり方だった。今回の敵が虫のパワーで戦うので苦手な人もいるかも。物語の質に関しては考えない方がいい。本作のグルーは苦闘たる威厳は消えうせ、家族を愛するただの父親に変貌。ミニオンも子供の世話役としてしか扱わず、武器も過去最低レベル。いつもは冷酷で非道なはずの悪役が、今回はあまりにしょうもない。敵キャラも魅力的かと言われると微妙なライン。シリーズで一番影の薄いキャラなんじゃないかな。メガミニオンの出番、少なすぎないか。いつものクオリティ、ただし良いとは言ってない。今回、一番良かったのは隣人のポピー。ポピーがなぜ大悪党を目指したいと思ったのか知れたらよかったのに、掘り下げが浅いんだよな。ポピーを主役にした映画を作ってもいいんじゃないか。いかがでしたか。怪盗グルーシリーズの長編4作目ですね。ミニオンズが可愛いというレビューは多くありましたが、逆に言えばストーリーが薄いということでした。ターゲット層を当初より引き下げた感があります。高校生向けから小学生向けにシフトチェンジした印象でした。予告で全面的に出していたメガミニオンですが、登場頻度も低く、お客さんも不完全燃焼だったようです。グルーよりミニオンズの方が人気なので、予告編に採用する気持ちはわからなくもないのですが、ちょっとやりすぎ感は否めませんね。概要欄に U-NEXT のリンクを貼っておきますので、ミニオンズが好きな人は、ミニオンズがメインの映画をどうぞ。ラストは過去の悪役が勢揃いするので、どんな悪役だったのかを見るために過去作を見てみるのもいいかもしれませんね。映画こそこそ噂話のコーナー。パリオリンピックの開幕式に登場したミニオンズ。ミニオンズがフランス生まれだと初めて知った人も多いと思います。2017年7月に日本経済新聞が報じていましたが、ミニオンがお互いに小突き合ったり、舌を出したり、おならをしたり、意味不明のミニオンを話しながら、いたずらと悪ふざけを繰り広げるのが魅力です。とのことでした。その彼らの動きを生んでいるのがフランスらしさであり、チャップリンなど昔のコメディ映画です。チャップリンはイギリス人ですが、フランスではチャップリンの画が多く作られていたそうですので、その影響が強くあったのかもしれませんね。日本でニュードリフのコントを真似する芸人、みたいな感じですかね。皆さんは心に残っている映画はありますか？良ければコメントで教えてください。最後に、映画の上映スケジュールに関しては公式サイトをチェックしてください。次回もお楽しみに。